小菅正雄は、日本の獣医師、札幌市環境局3位を、旭川市旭山動物園元園長、北海道大学客員教授、北海道札幌市出身、北海道札幌南高等学校、北海道大学獣医学部卒業、在学中は柔道に打ち込み、キャプテンも務めた。段位は4段。本人によると、 北大柔道部での過酷な練習であまりにも腕が太くなったため牛の直腸に腕が入らず産業獣医師を断念したという。就職先が見つからず悩んでいたところ、卒業間際になって旭山動物園の獣医師募集を知り応募。大学卒業後、1973年に入園。 1986年飼育係長、1991年副園長などを経て、1995年園長に就任。一時は閉園の危機にあった旭山動物園を再建し、日本最北にして日本一の入場者を誇る動物園にまで育て上げた。2004年にはアザラシ館が日経 MJ 賞を受賞した。2009年3月、 朝日山動物園を定年退職。同年4月より翌年3月まで同園名誉園長。2010年11月7日の朝日川市長選挙へ出馬する意向を示したが、その後撤回している。2015年10月23日、札幌市環境局参与に就任。2017年6月、ドキュメンタリー映画、生きとし生けるものを監修。 ありがとうございます。